メイケルのハザです。今回は1951年創業、売り上げは2兆円を超え、連結従業員数約2万5000人、東北6県と新潟県で圧倒的な基盤を持つ東北電力と東北電力ネットワークを紹介していきます。今回は新卒採用担当の厚見さんと佐々木さんにお話を伺っているので、ぜひ最後までご覧ください。実は2020年4月に電気事業法の改正に伴って、送配電部門の中立性公平性を一層確保するという目的で、発電事業と小売電気事業を運営する東北電力株式会社のもと、送配電部門を東北電力ネットワーク株式会社として分社化しているんですね。消費者としてはほとんど変わらないんですが、就活生にとってはかなり大きな話なので、しっかりと押さえておきましょう。単体の人数で比較してみると、それぞれ東北電力が約5500名、東北電力ネットワークが約7500名と、ネットワークの方が従業員数が多いんですね。ちなみに東北電力ネットワークは、東京都よりも北に本社を置く企業の中で売上高が最大の企業なんですね。本社がある宮城県でも2位の売上高を3倍近く引き離して1位なので、ダントツの規模感です。10年近く順調に売り上げを伸ばしていて、電力ガス会社の中では東京電力、関西電力、中部電力に次ぐ4位になっています。東北電力ネットワークは、電力事業という圧倒的な事業基盤を持ちつつ、スマート社会の実現といったような壮大な新規事業にも取り組めるのが面白いんですが、まずは簡単に東北電力のルーツと、そのルーツに基づいた強みを見ていきましょう。1951年、戦後復興期に電力が不足する中、防衛庁の長官なども務め、 NHK のドラマなどでも取り上げられた白洲次郎が初代会長となり、日本の再建は東北から、東北の開発は電力からというモットーで、最大の水力電源地帯となる只見川水系の電源開発を推進したところから、その歴史は始まります。2021年にはちょうど70周年を迎えるんですが、東北電力の経営理念、地域社会との共栄や、東北の繁栄なくして当社の発展なしといった考え方は、創業当初から変わっていないのがすごいですよね。それ以降、伸び続ける電力需要に対応するため、1958年には大型火力発電所、八戸火力発電所を運転開始し、1970年代のオイルショック後、石油火力への依存から脱却するために、1984年に女川原子力発電所1号機を運転開始するなどして、電源の多様化を推し進め、2000年には電力小売市場の自由化に合わせて料金引き下げを実施するなど、世の中の大きな動きに合わせて進化してきました。また、東日本大震災の3日後には大打撃を受けながらも、80% の停電を解消するなど、現場の災害復旧対応がすごいですよね。安定供給に対する熱い思い、使命感が強みであり、 DNA であるということを自負するのも分かりますよね。そして2020年3月には、電気事業法の改正により、送配電部門が分社化され、電力の安定供給を行っています。また、東北電力の歴史の中で特に面白いのが、約70年にわたる歴史の中で、電力発電に関わる日本初、世界初、世界一の取り組みが多いことなんですね。この災害復旧対応力の高さや、世界最高水準の発電技術と、創業以来の東北6県、新潟県を中心とした圧倒的な顧客基盤が、東北電力ネットワークの強みになっているということを押さえておきましょう。次に、東北電力をはじめとした電力業界の全体像を簡単におさらいしておきましょう。詳しくは業界研究で解説しているので、ぜひ見てみてください。やはり大きなトピックは自由化で、電力販売の全面自由化から4年、都市ガスは3年以上が経過し、値下げなど競争が激化しています。ただ、東北地域は関東などと比較して、東北電力のシェアが圧倒的で、新電力のシェアはかなり小さいです。そんな中で、東北電力は新電力でシェアを伸ばす東京ガスと、関東圏における電力小売事業を行うため、シナシアパワーを設立し、まずは北関東に集中して順調に契約を獲得していたり、東急とともに東急線沿線の顧客を中心に電力及びガスを提供する東急パワーサプライも順調に契約を伸ばしています。いち早く対応して、東北6県、新潟県以外の地域に展開しているのがすごいですよね。それでは、ここから念のため、新型コロナウイルスの影響も見ておきましょう。コロナの影響と、それに合わせた取り組みを、決算をもとにさらっと見ていきます。他の電力会社と同様に、業務用では宿泊業や娯楽業、産業用では鉄鋼や自動車関連の稼働が減少したことで、最新の決算では前年と比べて売上が 7.4% 減少する見通しとなっているんですね。ただ、電力供給事業の構造改革を大胆に進めることで、目標達成に向けて数百億円規模のコストの削減をしつつ、ポストコロナ社会を見据え、スマート社会実現事業の早期事業化及び収益化によるビジネスモデル転換を進めていくとしています。それでは、ここから東北電力は具体的にどんな事業をしているのか見ていきましょう。東北電力の売上の内訳を見てみると、電気が 90%、 発電設備の建設などから一般的な建物、土木施設の設計など幅広く行う建設が 5.6%、 ガス情報通信などが続きます。電気の占める割合がかなり大きいのはイメージ
メージ通りだと思いますが、改めて電力事業にフォーカスして、燃料調達、発電トレーディング、電力卸売、送配電、混合を担うスマート社会実現事業という一連の流れに沿って見ていきますね。まず燃料調達から見ていくと、原油、石炭、LNG、ウランなどの発電用燃料を燃料費の低減やバランスを見ながらグローバルに調達しています。本当に多様な地域ですよね。次に東北電力の電力供給における電源構成表を見てみると、石炭が 39%、 ガスが 34%、 フィットが 12%、 再生可能エネルギーが 7% と続いています。東京電力や関西電力などと比較してみると、燃料費の安い石炭火力と再生可能エネルギーの比率が他社と比べてかなり高いことがわかりますね。これは燃料費の低減に寄与するほか、環境面では世界最高峰の発電効率の火力発電所を持つ東北電力だからこそできることなんですね。発電設備の容量を見てみると、風力、太陽光、バイオマス、廃棄物、地熱などの新エネルギーの容量がぐんぐん増えていることがわかります。次にトレーディング、電力卸売におけるトピックは、先ほども紹介したように東北6県、新潟県以外の地域での販売拡大を狙って、東京ガスや東急パワーサプライなどと共同で事業展開をしています。送配電は2020年4月に電気事業法の改正で分離した東北電力ネットワークが担っていて、電力の安定供給を行っています。東北6県と新潟県は国土の約2割を占めていて、国内の一般送配電事業者の中では架空送電線の長さ、鉄塔の数とも最大の設備規模という規模感なんですね。最後に、今後かなり注力し新しい取り組みを行っていくスマート社会実現事業は後ほどしっかりと見ていきますが、現在は例えばウェブで料金がすぐに見れたり、ポイントが貯まったり、簡単に手続きが見られるような寄り添う e ネットの会員数が5年で10倍も伸びていて、好調に推移しています。ここまでかなりざっくりと電力事業について見ていきましたが、直近10年の東北電力全体の売上の推移を見ていくと、着実に右肩上がりで伸びていて、2018年には2兆円を超えています。この電力事業の強みと圧倒的な顧客基盤を生かした東北電力の新しい取り組みを見ていきましょう。まずは東北電力の今後を見る上で欠かせないのが、2020年に策定した東北電力グループ中長期ビジョンで、これは今後の経営の方向性として、東北発の新たな時代のスマート社会の実現に貢献し、社会の持続的発展とともに成長する企業グループという2030年代のありたい姿を示したものなんですね。特に注力する3つの C、 1つ目のチェンジは、電力供給事業の抜本的変革による競争力の徹底強化で、具体的に見ると原子力発電所の再稼働や風力を中心とした再生可能エネルギー事業の拡大、2030年には再生可能エネルギーや原子力など非化石の電力を増やしていくとしています。2つ目のチャレンジは、スマート社会実現事業の早期収益化への挑戦で、 VPP や電気自動車の充電インフラやカーシェアリングなどのモビリティ、スマートシティなど幅広い領域で取り組みを展開することで、新たな価値を創出し、ビジネスモデルの転換を目指すというものです。この電力ネットワークの高度化は、送配電を行う東北電力ネットワークが担っていて、例えば最近ではスマートメーター通信システムを活用した水道、ガス、電気の実証試験を開始しているんですね。かなり便利になりますよね。3つ目のクリエイトは、企業価値創造を支える経営基盤の進化で、これは組織再編や働き方改革などで経営基盤をより強化していくというものです。このような3つの新による変革を通じて、ビジネスモデルの転換を成し遂げるために必要となるキャッシュ創出力の向上を定量目標として、2018年時点で3000億円の連結キャッシュ利益を、2024年には3200億円以上、さらにその先はスマート社会実現事業へビジネスモデルを転換し、さらに成長していくとしています。桁違いの規模感ですよね。それでは最後に会社情報を見ていきましょう。有価証券報告書から見てみると、平均年収は773万円です。それでは活躍している人材と社風を、新卒採用担当の厚見さんと佐々木さんに聞いてみましょう。お二人が入社した理由は何ですか？はい、もう私が当社に入社を決めた理由は、社員さんの人柄で決めました。当社の選考を進んでいくにあたりまして、出会った社員さんですね、他の会社に比べてやはり親身になってくれる方、自分のことのように一緒になって考えてくれる社員さんがすごく多くあっていう点、社会に出て、仕事をしていく中で大変なことだったり辛いこと絶対に、たくさんあると思ったので、その中で、そういった社員さんが周りにいることで、自分の相談もしやすい環境があるというところがすごく、心強く感じましたので、私は東北電力に入社することを決めました。
はい、私が東北電力を選んだ理由ですが、私自身東北地域の出身だったので、東北地元で働きたいなというような思いがありますが、その中で自分がじゃあ何をしたいんだろうというのを考えたときに、社会になくてはならない、社会にないと皆さんが生活できないような大きな仕事をしたいな、縁の下の力持ちのような仕事がしたいなというふうに考えました。その時にこうパッと頭に浮かんだのが東北電力の会社だったんですけれども、実際こう選考試験を進む中で皆さん、彼女も先ほど言ったように社員の方の人柄だったりとか、その職場の雰囲気とかに出ていく中で、あ、私もこういう環境で働けたら、楽しいだろうなということで当社に入社することを決めました。御社で活躍している人材はどんな人ですか？はい、私は主に2つ考えてます。まず1つ目は様々なことに積極的にチャレンジしていける人、あとは好奇心が旺盛な方だと思います。現在当社では東北電力グループ中長期ビジョンというものを作成しまして、その中でスマート社会実現に向けて社とのですね、様々な事業に今取り組んでおりますので、積極的にいろんなことに挑戦できる方、好奇心が旺盛な方は活躍していると思います。仕事に対してすごく楽しい自信で仕事をしているかなと感じております。また2つ目は協調性がある方だと思います。仕事はやはり一人では行うことができなくて、周囲の方だったりグループですることが多いですので、まあ、自分の持っているスキルだったりをチーム内で共有することでチームとしても成長できていると思います。ですので協調性がある方も非常に当社で活躍しているのではないかなと思っております。御社の社風はどんな感じですか？やはりですね、東北電力というだけあって東北出身の方が多い会社です。なので皆さん、まあ、お持ちのイメージかと思うんですが、とても和やかで親しい性格の方が多いので、かなりこう和気あいあいとした雰囲気で皆さん仕事をされているなというふうに感じています。一方でですね、東北地域はお祭りの多い地域にもなりますので、地域でお祭りに参加しているお祭り男、お祭り女の方もたくさんいらっしゃる、実は熱い気持ちを持った方が多い会社でもあります。また先ほど彼女らたように東北電力中長期ビジョンの実現に向けて今新しいことにたくさん挑戦している時期なので、若い社員の方たちは個人の資格ですとか、それから留学経験等のユニークなバックグラウンドを生かしてですね、新たな事業、新たなことにチャレンジをしようという気持ちを持っている方がたくさんいらっしゃいます。なのでそうした和気あいあいとした和やかな雰囲気と、会社をより良くしよう、会社を成長させようという前向きな闘争心っていうのが融合した会社になりますので、皆さんが思っている東北電力っていうのとはちょっと違う雰囲気を味わえるんじゃないかなというふうに思っています。インターンなどの最新情報を見逃さないように、概要欄に貼ってある採用ページからぜひ皆さんチェックしてみてください。